に今日はですね、ちょっとテンション上げていきましょう。あのね、もう朝本当に弱くて、今日初めて喋った、今一瞬、あ、間違った、一瞬今日一日初めて喋ったのがおはようございますでしたね。そうそう、相方とお揃いです、双子の相方と。わー、クラッカーありがとうございます、ポミさん、イエーイ。今日も視聴者1万人目指して頑張るぞー。ちょっとタイトルコールみたいなのしてみます。第2回声でかい第2回、勝手に1回行われたんですよね、昨日。勝手に、ちょっと待って、換気扇みたいな音するっちゃけど、消してこようかな。喋ってないとか言いつつさ、どうやって消すの？喋ってないって言いつつ、一人でギラギラさっき笑いやったけん声は出したか。さっきね、 YouTube 見てたらめっちゃ面白くてね、なんかもうめっちゃ笑ってしまってギラギラ一人で。せめてさ、画面の中で喋ってほしいですよね、お水木。確かに、ちょっとね、フレームアウトしてってしまった。テロップか書きますね。じゃあテロップ、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 どうやったっけ、どうやったっけ、どこやったっけ、これだ。なんて書きますか。やばい、さっきお風呂入って急ぎすぎて、さっきお風呂入ったんですよ。お風呂入ったっていうか、シャワー浴びたんですよ。ね、急ぎすぎてボディクリーム塗ってないんですよ。塗られただけでね、体がなんかもう乾燥してる。どうしよう、ちょっとテロップは1万人、言いますか、言いますね。ちょっと待ってね、なんて説明したらいいんだろう。1万人1万人でいいや分からんくて。そう、ボディクリーム、あ、いいですね。1万人の皆さん待ってますって、いいですね。待ってます、よし、オッケー。光がね、なんかすごいいっぱい入ったり入らんかったりしてますけど、見に来たよって。皆さん1万人行くと思いますか。まあ行くだろうね。何時間も配信したら当たり前に多分行くと思うんですけど、どんくらいの時間で行くかな。パン食べながら見てますって。私もパン食べました、さっき。何のパン食べてますか。私はクロワッサンを食べました。クロワッサン好きすぎやろ。そう、クロワッサンね、最近のブームなんですよね、私のブーム。今日はなんかね、最近ね、アラームが鳴る前に起きれるようになったんです。そうだけん、今日もね、本当はね8時に起きようと思って、8時にタイマーをセットしてたんです、アラームをね。けど7時半ぐらいに一旦起きたんですよ。そう、それで、そう、親戚のみんなにおはようって言って珍しいって、起きたの珍しいとか言われちゃったんだけど、寝ました。もう一回8時まで30分だけ。でも8時までに起き、8時以降寝たら二度寝けど、8時までに寝るのは二度寝にカウントしないんです、私は。何それ、そんなかからんや、多分。でも平日真っ昼間やったらそんなこんかな。こんにしても多分21時はなさそう。多分ね、私の予想だと3時間あればいけそうな気がする。3時間で行って、お願いお願い。私だってね、お腹すくけん。
そう、お腹すくけんさ、お願い。みんなお友達呼んで。全然、昨日2時間半やけん、30分多くても3時間でいかんかな。でもね、昨日はね、夜やったけんね、それはある。あ、なんか話すこと考えてくればよかったね。ちょっと待って、なんかさ、若干これ高いね。高か、もうちょっと下に。はい、こんくらいでいいや。こんくらいでいい。私のね、目もね、順調に治ってきて。そう、ここが赤かったんです。昨日より良くなりました。一昨日よりも昨日良くなってて、昨日よりも今日また良くなった。え、なんでジェンガめっちゃ、ジェンガあれ楽しかったと。あ、そうなの。そっか、良かったぞ。それはおみちゃん暇なんですよ。今日一日ずっと暇、ずっと暇だから配信ずっとできますよ。本当に今日の夜ご飯何しようかなってさっき考えてて、何にするでしょう。そうですよね、お昼しか見れん人もおるかもしれんしね。よかった、たまにやすね、いいですよね。デトロメちゃんがネックレス可愛いって。そう、これね、去年のお誕生日にお母さんにプレゼントしてもらった時、お母さんがね、この間も電話かかってきて、このなんだ、ネックレスをね、取れたんですよね、何回か。もうお母さんが超心配して、このネックレスの紐だけね、3000円ぐらいで買えるんですよ。多分3000、4000円ぐらいで買えるんですよ、このチェーンだけ、丈夫なやつに。ここだけ交換して、ここだけ残して、ここだけ交換すると。それ今なんか宝石屋さん来てるけどどうみたいな、なんか落としたらもったいなくないみたいになって、確かに買おうかなと思ったけど、21歳になったらまた新しくね、このネックレスをお母さんからプレゼントしてもらうっていう、なんかあれがある、約束があるのから、まああと1ヶ月やけんいっかなみたいな言って。そう、楽しみだな。5月、もうちょっと、もう一ランクアップしたあのネックレスをねプレゼントしてもらう。なんかね、あの去年はね、初めてなんかジュエリーですか、初めてねもらって、なくすかもしれんっていう危険性がねあったけんか、安物にしたさ。そう、なくしたと。ダイヤの指輪なくしましたって、それはちょっとやばい、ショックですよね、超ショックだった。私もこれ見当たらんかった時超焦って、どこって言って、やばいネックレスがないよ、そうと思ったけど。確かに指輪今つけてる方どれくらいいますか。今この瞬間指輪をつけてますよっていう人いますか。指輪ってさ、どうなんだろう。私ネックレスはすごくね、なんかもうつけてるかつけてないかわからないぐらい、もう体の一部みたいになってるんですよ、ずっとつけてるから。けどさ、指輪ってさ、生活しづらいんじゃないかなってめっちゃ思う。なんかどうなんだろう。そう、二十歳を超えたタイミングで、そうなんかね、カッチョつけてそう、あのジュエリーを身につけるようにしました。あ、これにもね GPS つけたいよね、本当に。そう、指輪ってさ、めっちゃ生活にさ不便じゃない。おしゃれの指輪も含めてですよ。私おしゃれで指輪つけることもないんですよ、一回もつけたことない。つけます、皆さん。つけますか。結婚指輪とかもあるかもしれんけど、なんかおしゃれな指輪とかさ、人生で一回もないかも、指輪つけたこと。すごい不便そうね。慣れたら違和感ないんかな。何それ。カルティエって何。カルディなら知ってるよ、カルディ
カルティだっけあれ、なんだっけあれ、無音会場、こんにちは、こんにちは無音会場、よかった、聞こえとる私の声ね。えイベントね、行けんよね、コロナやしね、なかなかね。あ、カルビーな、私カッパエビセンみたいな指しとるって言われよったよ昔。なんかカッパエビセンの中におりそうだねって言われたことある、この指。確かにカッパエビセンにこういうの紛れ込んでそうよね、この小指。カルティ何それ、カルティって何、知らん知らん、私全然なんかそういうあのジュエリー系わかんない。お母さんに連れてってもらって、お母さんがここで買おうって言ったけん、あいいですよって言って買っただけ。小指ね、めっちゃね短いしさね、本当に短い。知らないですね、女の子じゃないのかもしれない私。カルティエすごい、ちょっとコメント見たい。え、やだ、あそうなんですね、フランスのメーカーただいま、なんか届いたとけど私のものじゃなかった、あそう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 、セールスじゃなかったけどなんか届いた、私のものじゃない、いとこのやった、ただいま、フリーズしとったに、ちょっと1万人、あと9000人ぐらい、8336人、誰のもの？私のものじゃなかったんですよ。私のものやったら嬉しかったのにな。でも何も私頼んでないやん、届くようなもの。いい表情でした。嘘、どんな顔しとった？びっくりしたね、でも。びっくりびっくり。でもめっちゃ怖い、なんか東京のお家は。東京のお家を外開けるの。誰？ってなるもん。長崎のお家やったらもう窓から見るけどね、誰誰誰誰って言ってこうやって見るけど、怖いね東京。ん？ウーバーイーツね、私ねまだねウーバーデビューはしてないんですよね。やっとこさこの間鬼滅デビューしたぐらいやけんね、おみずきはみんなよりね半年ぐらい時代が遅れとる。うわっサッツンさんありがとうございます、クラッカー、イエーイ、クラッカー、クラッカーもう限定商品、それ限定ギフトかのね、えなってた、やった続いてるんだ、マジマジでびっくりした、え本当に許されてるのこれは、8日連続、え本当本当に、びっくり、まだ壊れたまんま？イエーイ！この調子で1ヶ月ぐらいできそうな気もせんこともない。私さ、今日からさ3日間配信せんでもさ、ずっとなんか8、9、10ってなりそうな勢いですね。超バグってるやん。大丈夫？大丈夫ですか？許されない？確かに今 8? 8? 8でしょ今、次9、えやば、8日連続って相当厳しいのにね、そんな厳しいあれしてないのに、私8日連続って結構ね難しいですよ。そうね、最近なんかバグ多いですね。確かに、8ポーズすればよかった、もう一回出てこんかな、もう一回出てこい、小指短、もう一回来い、8、
さっきね、相方から電話かかってきとったけど、メイクしようって取れんかった。なんやったぞー。ちょっと今配信越しに聞きたいけど、私のねショールーム配信はね一回たりとも見たことないけん、相方は残念なことに興味ないんですよね。私そう一回も見てもらったことないんですよ。でもなんか、あ、そう、なんかいびき配信っていうか、なんかいびき書いてて、相方がちょっと前に、その時に私が言ったんですよ、いびき入っとったけんねって言って、配信中にそれ言ったら、なんか見たいとか言ってたけどね、いびきは、自分のいびき、で俺のいびき聞きたいとか言ったけど、それぐらいかな、興味を、興味示してくれたのはそれぐらい。そう、多分恥ずかしいんですよね、きっと。なんか小学生の時に、なんかね、双子って本当に、なんだろうなんかね、とっても不思議な生き物なんですよ。なんかね、まるで自分のことのように、相方がまるで自分のことのように感じてくる時があるんですね。だからなんか小学生の時に、私放送部に1年間半年ぐらい放送委員会だったんですね。それ放送委員会で放送するたんびに、相方がなんかもう最初ですよ、一番最初の放送で相方がめっちゃ緊張してたらしくて、なんかもうみーちゃんの給食の放送がもう緊張して食べれんかったみたいな、もうご飯進まんかったとか言われて家帰って、そんなみたいな、そこまでみたいななりますよね。お母さんもすごいねって言って、そんななるみたいな。同時に歌い出すのもめっちゃ謎ですよね。これすごいなと思う。放送委員会で、そう、私が一番最初に放送する時にも、俺もうみーちゃんのなんか放送聞くの嫌だみたいな、緊張しちゃうからみたいな、ご飯も進まんけんちょっと放送委員会やめてみたいな言われていや、そう言われてもちょっと放送委員会になってしまったけんさって言って、そう、それぐらいね、二人ともね、なんだろうね、なんかちょっともう愛が強いんですよ愛が強いそう、緊張が伝わっちゃう。私は緊張してないのに、あっちがなんか、あ、もうみーちゃんが噛んで、こうみんなの前で恥かいたらどうしようみたいな感じで心配される。過保護ですね、過保護。そうなんですよ、私一番めっちゃ謎なのは、一緒に歌を歌い出すんですけど、サビからとかじゃなくて、なんかね、超ね、なんだろう、 B メロぐらいから一緒に歌い出す時とか、すごいってなりますよね。あとすごいのは、相方がなんか突然歌い出したら、その前の歌を私がこう頭の中で、心の中で歌ってる時に、で次サビ来るなっていう時に歌い出したりしてる、すごいってなりますね。そう、すごいねって言って、なんで今その歌歌ったとって言ってから、いいよ別にとか言って、それ私も今なんか心の中で歌やったんだけど、マネせんでって言って、そうなりますね。不思議なこと多い。なんか一緒に喋り出すのもまあまあ、それはなんかい、まあありますけど、そう、お母さんとか超ハモります。おちんとかもハモるね。そう、双子ってね、すごくね、謎楽しいですね。確かに楽しい。最近は五目並べに二人でハマっとって、五目並べがもう本当に楽しいんですよ。もう、めっちゃ楽しい。二人でね、もうずっと笑いよる。なんか、いいと、そこでいいととか言って超楽しい。返事もね、ハモりますね。あ、でも性格が逆、全然真反対だから。なんかな、性格はね、似てないんですよね、本当に。あとは、なんか、
ああ、でも、確かに性格が違うけん、違うのありますね。なんか一緒なことも多いけど、全然違うことは全然違う。本当に全然考え方とかも違うし、なんか私はなんかこう挑戦、いろんなことに挑戦したい、なんかこう好奇心がすごいあって、昔から何でもこう何でも興味が出てくるんですね。え、これ面白そう、あれも面白そうみたいな、あ、これやってみようかな、あ、こっちもやってみようかなみたいな、興味が出てきたらね、こうすぐ動いちゃうし、いろんなことにすぐなんかこうあんまりこう考えずに動いちゃうタイプなんですけど、相方はもうこう基本安定した、なんかこう将来も安定したようなこと、職業に就きたいってずっと言ってるし、私みたいに突然なんか挑戦するみたいなことはないですね、絶対に。なんか私がこれにしよっかなとか言っても、ね、みーちゃんちょっと考えてみてよみたいな、そんなうまくいかんけんみたいな言われますね。大丈夫大丈夫みたいな、私はやってみるね。そのアイドルになるっていうのも相方はまああんまりよくは思ってなかったですよね、きっと。そう、全然多分よくは思ってなかったんですよ。反対とは言わんけど、もうなんかもうみーちゃんの人生やけいいんじゃないって感じだけど、まあ別になんか「いけいけ」って感じではなかったですね。そう、全然違った。で、今でもそうですね。だから今でもなんか、まあ、応援はしてくれとるけど、多分理解はしてくれてないんじゃないかな って思いますね。だってなんかそう、めっちゃ謎って言われますもん。なんかみーちゃんの行動が謎って言われます。相方はね、小指短くないんですよね、これが確か。の多分長い、確か長かった気がする。私でもね、すごい手がそっくりなんですね。顔を似てなくて、お友達から「手だけはそっくりやね」って言って、2人なんかね、手はめちゃ似てるんですよ。手のなんか形が似てて、手の形も似てるし、なんかね、なんだろうな、こう手が似てる、手が似てる、手で多分、ああ尾上兄弟だって多分わかると思う。こう手見せて、手が50個ぐらいあっても、あ、これとこれ似てるね、はい尾上兄弟ってなるぐらい似てます、手は。そうですね 足ね、足はね似てないかな。相方の方がね、運動神経良さそうな足してる。足はね、確かにもっと似てるとこがあるはずなんだけど、手しか似てないんですよ。あとね、なんかな、ほくろとかもね、同じとこにあるとかもないし、ないですね。本当に似てるとこないな。唯一手だけ、手は似てる。オーディション合格した時ね、あ、オーディションはね、なんかね、その日台風だったんですよね。で、台風で、すごいね、これね、いや、話したことあるのかな、私話したことないか。オーディションのすごいあれなんです、すごい話なんですけど、言ったかな。オーディションの日台風だったんですよ。台風、すごい台風で、知ってましたか、2019年9月22ぐらいかな確か。すごく台風だったんですよ。で、その日飛行機が飛ばなかったんですよね。なんか私が飛行機を取り間違えちゃって、お昼からオーディションだったのに間違えて、東京に朝早い一番最初の便を間違って取っちゃって、そうで間違って取って、うわーもう最悪だ、早く東京に行ったってどうせ迷子になるしね、早く行っても得ないよと思ってね、最悪だとか言った後に、その日台風になっちゃってね、その私が飛行機乗ったその日1便しか飛ばなかったんですよ、飛行機が そうで、私はもうたまたま時間間違えて、たまたま飛行機に乗って、それ以降が結
校になったことなんて知らなくて、私ついてお母さんから聞いたのかな。そう、すごいよかったねみたいな、瓶間違えてよかったねってなりましたね、終わってから。本当にところがどっこい、もう運が、運だけで生きてきたっていうのは本当にありますね。運だけで生きてきた可能性ある私。そう、本当にね、その1便しか飛ばなくて、たまたまよかったですね。その日に台風だったんです。みんな台風、あ、九州だけだか、九州だけ台風だった。だからソラノンとかもそう、台風の被害に遭ってるんですけど、そう、ソラノンの聞いてみてください。それは私の口からは言えない。そう、いろいろあって台風とかあってね、そう、運は良かったですね。その便、私だって便間違ってなかったな、飛行機飛んでなかったし、オーディション会場にも行けなかった。そう、超ラッキー、もう超ラッキーガールなんですよ、ちっちゃい時から。運がすごいいいんです、昔から。まあ確かにね、前日行って泊まるっていう発想は1ミリもなかったですね。その日行ってその日帰ってくるみたいな感じ。あ、違う、その日行って泊まったんだ。早く行くっていうあれはなかったですね。次の日は泊まったけど、うん、ミラクルでしたね、すごく。で、それで台風で、その時ね、本当に申し訳ないことにね、長崎の台風が結構ひどくて、被害がね結構あったんですよね。でもお母さんも多分慌てて帰ってきて、もうなんか私が電話した時はなんかもうお母さんもすごい慌ててて、もういや、やっと台風家帰ってきたよみたいな、すごかったよ、どうしようと思ったよみたいなことベラベラ言ってて、お母さん、お母さん、オーディション受かったよって言って、ちょっと台風でそういう場合じゃないからみたいになって、いやいや、もうこっちだってもう台風の場合じゃなくてさって言って、いやいやいや、もう台風だからこっちはみたいな、もう冗談やめてよみたいななって、いやいやいや、こっちこそ冗談じゃなくて台風はちょっと置いといてさみたいになって、でもその後に、そう、相方も多分電話しよる奥から、あー、みーちゃんどうした、どうやったみたいな、どうやったどうやったみたいなって、あ、分かったよってなって、みたいな、それぐらい。なんか相方は別になんかそんなリアクションを普通に、え、どうすると、これから、え、学校どうすると、とか言って感じでしたね。とりあえずお母さんは私に、いや、もう台風で、そうね、そんなところじゃないとけど、みたいな言われましたね。いや、こっちだって台風はちょっと置いといてよみたいになって、そう、お互いね、台風で忙しかったですね、尾上家は。あの、田舎ですから飛ばされそう、飛ばされるかもしれんしね、家も壊されるかもしれんしね、いろんな危険があるからね。お母さんは多分心配だったんですよ、お家が。そう、みーちゃんもお家も心配でさ、そう、もうみんなね、わちゃわちゃしてましたよ、その日は。懐かしいですね。うん、確かにね。あ、会場で発表されましたね。そう、会場で発表された、確か。そう、遅刻してたしね、水木運が良かったんですよね、多分。本当に早く、一番最初の便で行って、早く行ったってどうしようとかも言ってたくせに迷子になっちゃって、東京で遅刻して行ったんですよ、オーディションに。10分遅刻してって、ああ、もうダメだ、行けるわけがないよこんな場所と思って、そう、遅刻したら分かったよ。遅刻したけどね、遅刻したのもね、なんか運が良かった。なんかその時ね、なんかね、審査員誰か分からんけどね、喋ったんですよ、遅刻して。エレベーター上がる時に一緒に乗ってて、どうしたと、どうしたとって言われたんですよ。どうしたのみたいな、遅刻、なんで遅刻したのみたいな言われて、そう、あの、電車が反対側に行っちゃってって言ったら、反対側に行ったの電車が、と言われて、はいって言って、電車
ちゃんがなんか反対側になんか行ってみてみたいな言ったら、それ間違ったんじゃないの、そう間違ったんですよねって言って話したら そう普通にその人なんかなんかね、今はピンと覚えてないんですけど、その話した人がその審査員の中に一人いたんですよ。そうでなんかよかった、それも喋ってよかったのかなって思って、たまたま、電車のせいにしましたね。最悪ですね、おみずきは。そう、みずきは最悪最低です。人のせいにしましたね、自分が間違ったのに。そう、電車間違っちゃったんですよ。で、行きたい方向じゃない反対側に行ったんですね。これあるあるなんですけど、まあ、間違えただけなんです、お水着が。電車は間違ってないんですよ、お水着が乗り間違えただけなのに、なぜか電車が間違っちゃったっていうようなことを言いましたね。でもね、普通になんか優しかった、よかったねついてって言って、よかったですって言って話した。でも受かったけんいいや 遅刻したし 遅刻したし、飛行機も間違ったけど受かったけんいいや。で、私は一番最後だったよ、117番かな、やった確か。そうでしょうね、一番最後、遅刻したき一番最後やったとかな、長崎やき一番最後やったとか分からんけど、一番最後やった。まあだからオーディションみんなバーって受けて一番最後だったんです。それもね、なんか運良かったなと思った。一番最初と最後っていうのはやっぱりなんかね、ちょっと多分私のイメージだと最初と最後はね、こう目がつくのかなって勝手に思ってるんですよ。そう、最初と最後はね持ってるなって自分で思いました。だって最ね、中盤よりいいじゃないですか。なんか私は1位か最下位かがいいぐらいいいなっていつも思うぐらい、3位とかよりはなんかね美味しいじゃないですか、1位と最下位だけ。一番最後でね、結構よかった、嬉しいと思った、やった。そう、今日誕生日おめでとうございます、おめでとうございます。今日はあれやね、もう一日ハッピーやね。何歳になったとかな、いいな誕生日、私も来月楽しみね、楽しみ。確かに爪痕残せますね最後は、確かに。けどおお、最後私はね何の質問もされんかったっけんね、みんな5分ぐらいさ質問されてるのに私だけ1分で終わった。そうですね、25日ぐらいかなと。そうですね、それぐらいかな。で、なんかさ今靴下履いてる左足右足が痛いんだよね、ちょっとなんでかな、なんかね打撲したみたいな痛みなんだよね。これなんでだと思いますか、なんでだと思いますか。なんかね左、これって打撲じゃないのかな、あなんか落としたのかな足に。よくね足に落とすんですけどね、もうね頻繁に落としすぎてね、もう自分でも気づかないんですよ。痛い、打撲しとったわ、虫刺されじゃない多分、なんか落とした自分で足に。いや、ぶつけられたんです。ぶつき また人のせいにした なんかぶつけられたんです、ぶつかってきたんですよ、物が。落としたのは私なんですけど なんかね化粧品をね足に落としちゃうんですね、よくあるあるです、これは。あざね多いんだよね、ほんとおっちょこちょいすぎて、おっちょこちょいおっちょこちょいね。そういえば皆さん、生誕グッズ？生誕 T シャツ着ました？生誕 T シャツ。
生誕グッズ届いたよって方いますか？買ってくれましたっていう方いますか？誰かいる？います？あ、今日届きます。じゃあまだなのか。あ、今日帰って、そっか、みんな外のとかに。おみずきの？そうですよ、おみずきのです。聞かないでしょ別に。人の T シャツ買いましたかで、俺の誕生日会で、インテリアクザさんのグッズはないでしょ。私のグッズみんな買ってくれた？届いたかな？え、本当？フットゴルフ可愛かった？今日届く？みんな、楽しみね今日。うわー、くまさんありがとうございます。みやこブルーさん、あれ、お久しぶりだ。お久しぶりだね多分。こんにちは。可愛いですって。本当にもうテンションがねちょっと低めなんですよ今日。これでもわあ3000人超えた、やったー。でもさ、まだ3000人か。あと7000人どうやったら増える？気づかんかった。1000人超えでことにクマ投げてますって。本当？全然気づかんかった、ごめんなさい。じゃあ3個目今。やったー、3個ありがとうございます。ミヤコブルーさん、みですね。いつも高いんですよテンション。なんかオーディションの時もすごいテンション高かったってマネージャーさんに言われた。そう、一人変な雰囲気だったよって。そうなんですかって。1万人客はどう？そうなの？行くかな。ちょっと行かんといけんで、行かんといけん。でももう見飽きるやろ。見てくれるかな1万人行くまで。見とってくださいよちゃんと。そうですね、いつもハイですね。もうなんか生まれた瞬間にもうテンションが高かったんですよ。そう、生まれた瞬間からテンションが高くて。そう、相方はね、そう、双子だからさ、相方はね元気じゃなかったんです。私だけすっごい元気に生まれてきて、もうその時点でやったー元気な方だったって言いながら多分出てきたと思いますよ。でも相方にはもう悪いけど、今元気だからね、今元気だから問題ないんですけど、その時はそう、相方がたまたま弱って生まれちゃって、私がすごい元気で生まれたんです。で今元気やけいいけどさ、おイエーイってなりましたよねきっと、知らんけどさ。そう、双子なんですよね相方。何グラムやったかな、100、あ、100じゃない、1000じゃないね、2600とか、2600と2400とかやったかな、そうやったかな、2800と600やったかな。すごい大きいんですよ双子にしてはきっと。なんか意外と多分大きい方じゃないかな双子にしては。だって双子だったら1000グラムの子とか1000グラム台の子とかいますよ。1900とかいると思うよ。でけん意外とねすごく元気に生まれてきた。うちらは2800とか2600とかそこら辺ですね。二卵性です。二卵性やけん二卵と、二卵性やけん、ダジャレじゃないですよ、ダジャレじゃなくて二卵性やけん二卵と。これ私の鉄板ギャグ。そう、よかった二卵性で、一卵性やったらこれ言えんけん。ちょっとふーって言わんで。二卵性やけど、だけど似てないですね顔も全然。二卵と、お大爆笑、優しい、めっちゃ優しい。似てないですね全然。そうですね、2人合わせたらそうね、だけ5600とか5500ぐらい、5500ですよ。やばいやばい、お腹破裂しちゃうよ。
いや、そう思ったらお母さんに感謝ですね。私たち2人とも双子で生まれてきたことにすごく私は感謝してる。双子でいることにすごく幸せを感じるんですね、日々日々。だけどお母さんには感謝してます、本当に。双子に産んでくれてありがとうって思いますね。かつ元気に生まれてきたのは本当によかった。だってすごく危険ですよ、双子って。そう、多分超危険だと思います。だけどよかったですね。本当に双子に生まれてきたことがすごく私ね嬉しいんですよ 何回言うねんって感じなんですけど、本当に私は仲がいいんです。みんながね思ってる、多分尾上兄弟って仲いいよねって多分うすうす気づいてると思うね。別にうすうすじゃなくて、こういうかもしれないけど、多分みんなうすうすぐらいは気づいてると思うんですよ。尾上お水木の双子仲いいよねって。でみんなも思ってるんだろうけど、みんなが思ってる100倍仲いいんですよ、私たち 本当に仲いいんです。めちゃめちゃ仲いいから。そうだけやっぱね、相方と一緒に双子に双子でよかったです、本当に。めっちゃよかった、本当に感謝してる神様に そう、めちゃめちゃ感謝してます私は。そう、だから兄弟も上が欲しかったとか下が欲しかったとかも本当にないぐらい、相方と2人いれば十分って感じです。あ、ポミさんありがとうございます。インテリアクズさんもありがとうございます。クラッカー、そう、それぐらいね、もうめちゃめちゃ仲いい。そうなんですよ、双子万歳なんだけど、男女の双子はなんか前世で生き別れた、生き別れ、あ、ちょちょ、つ、じゃ生き死んだ？違うな。つながれなかったみたいな、なんだったっけ？なんか言うじゃないですか。双子、なんか、すごい、夫婦だったみたいな。そう。夫婦だった説あるんですよ、なんか。だから、なんか神様が、もうこの2人はダメだ。もう絶対、結婚できんようにしてやるっていうことで双子にしたっていう説があるらしくて。で、相方と言いますよ、そういう、うちら前世夫婦説あるねって言って 確かにあるね って言って、それぐらい仲いい。仲いいけど干渉し合わんってのもあるね。あんまりね、あんまり、そう、お互い興味ないじゃないですね。なんだそれってなるかもしれないんですけど そう、相方は私に本当に興味ないですね。そう、アイドル活動にも全然興味ないし、でも熊本に行きたかったって言ってました。すごく楽しみにしてくれてるんですね、私のライブを 関心がないんですよ、相方。どうしてあんなに私に関心がないんだろう。私がショールームしよるときもガンガン電話かけてくるし、ぜひショールームするって言ったやんって言って、あ、そうなんだみたいな。あんまね、なんかあるようでないんですよね。結論ないですね、相方は私に興味は。そう、仲いいんですけど興味はない、なんか根は興味ないのかもしれない。だって普通さ、興味あったらね、私のインスタグラムとかもチェックすると思うし、ツイッターとかも見ると思うし、ショールームとか YouTube に載ってる何かとか見ると思うんですよ。一回も見たことないんですよ、彼は。ないんです。そう、一回もなくて、なんかインスタグラムもフォローしてない説あるんですよね、私をね ひどいよね、本当に。ひどくないですか？フォローお願いしますって言ってくださいよ、皆さん。なんかツイッターは確実フォローしてくれてないんですよ。そもそもツイッターを彼はやってないから。ツイッターもやってなければ、インスタグラムもなんか私が「インスタ最近開設したけんさ、フォローしてよ」って言うじゃないですか。それでもなんか「あ、ごめん、俺インスタやってないけん」
やってたやん、ももかさんフォローしてたやんって言って、あもうやめたみたいな、インスタ自体やめたけんって言って、もうログアウトしたよみたいな言って、ごめんごめん無理無理とか言って、ひどいひどすぎるのって。だから今相方のインスタグラムはももかさんだけフォローされて、私はフォローされてないそうそう、一番身近なアイドルがいるのにももかさんをフォローするんですか、ひどいやろ。もうツイッターはねやってないんですよ、そも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 ツイッターやってない。あ、来た、愚痴愚痴吐きよったらにありがとうございます。今3000人だからもうちょっとかな、全然もうちょっとじゃないけどね。そう、なんか私だったらよ、相方がさそういう、まあ、芸能活動しててさ、ツイッターし始めてツイッターでいろいろつぶやいていくよってなったら、私はツイッターをやってなくてもアカウントを作ってでも私は見たいって思うんですけど、普通は思いませんか、思わないのかな。相方はツイッターやってないけんごめん無理って言うんですよ。いや作ってよそこはって思うけどね。え、なんで 見らんでいいもん、別にみーちゃんのツイートなんてみたいなひどいって思っちゃう。インスタとかも、インスタなんてさ、まあ100歩1000歩1万歩譲ってさ、アカウントがないなら許すけどさ、インスタグラムはアカウントあるんでしょって、フォローしてるんでしょももかさんをって思いますけどね。それなのに、あもう一旦ログアウトしたけんさ、もう入れるのめんどくさいやとか、今ね勉強が忙しいけんインスタグラムも消したんだよね。いや、まあ、そこはわかるけど、それ以上ちょっと言えなくなっちゃいましたよね私は。あ、勉強忙しいのか、仕方ない仕方ないってなって、そこはもう仕方ないですね。そう、なんか勉強が忙しくてとか言われたらさ、もう私も何とも言い返せないですよね。ちょっと邪魔じゃないですか私は。けどね、まあ言いたいですよ、勉強の邪魔ですかって、私のインスタグラムそんなに、そんな、多分あのそんなね、あの時間かからんと思うよ私の投稿見るぐらいっていう、そう思っちゃう。真面目なんですね相方は。真面目かつ興味ない私に。そう、興味ないけんさ、でもね私は見てほしいんです相方に、私がどんな活動をしてるのかとか、衣装着てる写真すらも見たことないんじゃないか説出るぐらい。そう、てかフォローもさ、1フォロー増えるだけでも嬉しいじゃないですか、かつそれが相方って言ったらさ、ちょっとねもう身内中の身内だしさ、嬉しいのにさ、ね、フォローもしてくれないんです。まあそうなんですかね、兄弟のね恥ずかしいのかな私の見るの、多分そうそう、私を見てって言ってるんですけどね、全然見てくれないね。あの唯一、あ、そう、唯一言っていいですか、唯一私の SNS をフォローしてくれてるのがあって、 TikTok ですね。 TikTok は唯一私の SNS 史上唯一相方がフォローしてくれてるあれなんです、アプリなんだけど、 TikTok はねなんか見てるらしくて、あのフォローもしてくれてます。そうで、なんか、まあ、今6万8000人ぐらいいるんですけど、で6万8000人の中から多分探したらいるんですよ相方がねで、なんかみーちゃんに対抗するとか言い出して、みーちゃんがバズっとるけん、なんか対抗するねって言って、俺も投稿するとか言って、子猫の動画を載せてましたね。そしてなんかあの 3とか4とかいいねがついて喜んでましたそう、なんかでももう消したのかもしれない、なんか3とか4とかね、子猫ちゃんにいいねがついて喜んでました。みーちゃんに対抗するとか言って、そう、私がねちょうどねバズってる時ですよ、あのリフティングが、それぐらいの時にね、みーちゃんに対抗して頑張ってました。子犬で
子犬じゃない、子猫、子猫で動物は強い。検索しても出ないですよ絶対。長崎ね猫多いですね。私でもね、私ですらねもう分かんないぐらい、分かん、あの調べても出てこんぐらいやけん、絶対分からん6万人から探したらおるかもしれん。でももうアカウント消したかもしれんね、確かに。線でいい、線でいい、やめてやめて、相方にいいね押さないでください。いいですよもうそんな甘やかしちゃダメですよ。お水着に対抗するとかもうバカなこと言ってるんでアホですよねめちゃめちゃ。さすがに無理やろって言って、その子猫どこの猫みたいなね。まず相方フォローしませんよ、超なんかなんだ捨てアカみたいな、捨てアカっていうのかな。そう私も多分今見つけきらんもんね。ちょっと聞いてみようアカウント今度ね。顔隠してさ TikTok 上げるってのもありなのかな。いやーダメだ、絶対嫌って言われる。すごくね引っ込み思案なんですよ相方は。私はこんなにね出たがりなのに嫌だそれは嫌だ。うん、そう全然ね。お、うん、相方の好きな芸能人いないんじゃないですかね。いるんですかね、聞いたことないですね。なんかあんま聞いたことないね。え本当に聞いたことないな。可愛いとか言ってるのも聞いたことないですね。誰が好きなんですかね。あ、まあ、桃香さん好きって言ってました。桃香さんはあのなんだろう、なんかこうなんて言ってたかな、なんかあの顔もだけど、あの佐賀に見に来てくださったんですよね桃香さんを。桃香さんをじゃなくて私を、とりあえず私を見に来てくださったんです。くださって見に来てくれたんですねお兄ちゃんが。そう、それでその時に初めて私以外のメンバーはその時知らなくて、相方で桃香さんを見つけたらしくて、後々検索して「青西桃香さん」っていう人って言ってきたんですけど、あ4000人いった、ありがとうございます宮古ブルさん。宮古ブルさんもあの熊で気づいたありがとうございます。4000人、あと6000人、まあ、2時間あれば行くやろ多分。そう、それでそう佐賀見に来てくれて相方が、でそれで桃香さんがいいって思ったなんかポイントとして言ってたのが、なんだっけなんかのあのね、なんかみんなが喋ってる時にずっと気を抜かずにずっとニコニコして、なんかこうあのなんだこう仕草がすごくアイドルだったとか言ってましたえどういうこと、最初どういうことってなったんだけど、なんか相方はとりあえずなんか桃香さんのなんかそういう細かいこうね、なんかスポットが当たってない時の桃香さんが良かったって言ってましたね。そうなんかそう言ってました。リアクションとかも誰よりもなんかこうそうプロだなって言ってましたそう何目線って言いたくなるんですけど、誰目線って言いたくなるんですけど、相方に本当上から目線ですよね本当にプロだったとか言って、でそれでなんかすごいあの絶対いい人だよとか言って好きって言ってましたね。そうだけどみーちゃんもあれなんか桃香さんを見習った方がいいとか言って、気を抜かずに、なんかこうリアクションとかやった方がいいよとか言ってましたね、私に終わってから。そう、やっぱりね、桃香さんはね、そうですよ、プロですよね、本当に。で、桃香さんに言いました、この間舞台の時に。
そう、相方がすごく桃花さんのこと好きって言ってて そう、なんか好きな理由がすごいスポットが当たってない時の仕草が気を抜かないでいいって言ってました って言ってそう、すごいプロだったって言ってます。なんかね、なんだろうね、伝わりますかね、伝わる、わかりますよね。でも桃花さんってすごいプロ、ちっちゃい、なんかこう、なんかすごい、なんか一瞬映った時とかもさ、プロですよね。ね、嫉妬しないですよ、桃花さん大好きだから。そう、わかる、わかるよね、やっぱり。みんなわかるってことはわかるんだよ。みんな、みんな共通認識ですね、これは。みんな感じてるってこと。桃花さんは素敵な人ってこと そう、めっちゃ優しいし、そう、見習わんといけんね。確かにね、相方はなんで桃花さんを見とったっちゃろうね。あとミッサーさんもね、ミッサーさんは単純に顔が好きって言ってましたね なんか単純に顔可愛かったって言ってました。確か、そう、ミッサーさんは顔が可愛かったって言ってました。桃花さんは顔を含め、なんかそう、細かいとこが良かったって言ってました だから相方は佐賀公演が終わって、私プラス2人メンバーを覚えたみたいですね。他も覚えてくれたのかな、何人かね、覚えてほしいんだけどな。でも相方の口から名前を聞いたのはミッサーさんと桃花さんだったね、2人だけど。なんかいたかな、話してたかな。あ、空のとゆかりには分かったって言ってました、同期だから。そうそう、美人ですよね、本当にミッサーさん。ね、うちは相方ね、来たいって言ってたけどな、熊本行けないっぽいですね。家族来れるんだろうか、どうなんだろうかね。え、もうコロナがね増えるしね。熊本ってどんくらいおるっちゃう、熊本見てみようかな。熊本多いのかな。長崎もね多いんですよ最近、ちょこちょこね。なんかさ、なんかテレビで会ってたんですよ、名前がコロナさんっていう、本名がコロナさんっていう方がいらっしゃるんですよ。知ってますか？見ました？テレビ、なんかテレビで出てて、すごい、そんな方いる。だからコロナになる前ですよ、私と同じぐらいの女性でした、年同じぐらいの年の女性で、名前がカタカナでコロナさんっていう、テレビでね、なんか特集じゃないけど、なんか取材されてた。そう、いらっしゃるんですってね。すごい特殊な、特殊、多分その時知らないですよね、コロナってこんなに 有名な単語になるなんてね、自分の名前がね、珍しいですもんね、名前。そんなことあるんですね。いい感じ、カタカナでコロナさんでした。もう人気者ですね でもね、なんかね、全然なんか、そのテレビではなんか全然の害はないですって言ってました。名前コロナちゃんだけど、全然なんか被害はないですって言ってました。だから大丈夫みたい。さすがに自分、そう、被害あったら多分あんな、まあ、楽しそうじゃないけど普通に取材受けないですよね でもなんか全然普通になんか珍百景みたいな感じでなんか出てましたよ。そうね、確かにね、ちょっと被害を受けそうな気もするけど大丈夫です、全然大丈夫ですって言ってました、確か。ああ、待って、長崎多いかも、20人。いつのだ、これデータが合ってるかどうか分からんけど、26日現在。あ、じゃあ昨日じゃん。
昨日は20人、最新ですね。これこれ、あ、熊本50人、わあ多いな。福岡150人だって。多かね、やっぱり。長崎も多いな。あ、すごい、大阪すごい。あ、東京もすごい。大変だ大変だ。あとさ、半分もなってない。まだ4000人、倍。どうしよう、なんかします。ちょっとホワイトボード持ってくるけん。ホワイトボード、ホワイトボード、ホワイトボード。ティッシュを持っていこうかな。いた、なんでかな、やっぱね、なんかね、足にあざがあるっちゃね。このあざがね、すごい。1枚でいいや、ティッシュ。なんでかな、このあざ。めっちゃいい、なんか本当に本当に嫌だ。こんにちは。うわ、嬉しいね。いい配信だなって言われたんだけども、本当にこれがいい配信ですか。ちょっと甘くないですか。大丈夫、これいい配信って言ってくれるんですか。なんかいつもの5倍ぐらいテンションが低くて、かつ面白くないんですけど話が。ホワイトボード持ってきたところで何するよ。じゃあ私が適当に今から数字をバーって書くので、それを足しますね。特技披露ってことで。